とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園ワイワイワイ学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はねガチャ回します。コインがね124個か、120連しかいけないんだけども、いきますよ。装備のピックアップがめちゃくちゃいい。今日これこの3つとも俺持ってないのよ。クラシカルマント、どうなんだこれ。大英雄のマントはめちゃくちゃ強いんで、この別のマントっていうのもいいのかな。どうなんだろう。大英雄が確か一番上で、その下にヒロイックマントがあって、え、それのもう一個下か、別に分岐された新しいマントなのかかもしれないね。ポンポンパフォーマー、おそらくバフ、攻撃力とスピリットが上げれるやつじゃないか。でシャンプーハット、これ全く見たことない、初めて見た。ということで行こうか。3つとも出したら最高だよね。まあ行きます。確率 3%。 まあ出てきて金で後ろに五行が刺してれば間違いないだろうね。もしくは五行なくてもブルブルが長ければ確定みたいなもんでしょう。これは大女優のハイヒールか。大女優のハイヒール、これはまあいくつか持ってるけどもなかなか使えるよ。パワーとスピリットアップなんでこれは悪くない。でも俺が欲しいのはこれじゃない。にゃんにゃんパンチ、あー違うな、これじゃなくてにゃにゃんにゃパンチがいいんだよね。次行きましょう。はい、本当は100連で止めたいところなんだけども、これだけねいいやつが出るってならばもう止めずに行っちゃいましょう。 できれば装備じゃなくてねよろずの方がいいのよ。よろずの方がいい。外れだね。よろずは、メダルも出るから爆食もついでに狙えるのよね。なんでいいんだけども、こっちは装備しか出ない。五行は刺してないね。ブルブルくれば、ダメだ！クリムゾンナックル？あ、グレンか。一個下だ。でもここら辺はね、自分で作れるんで、ガチャゲンじゃない限り、あまり使わないですね。行きましょう。やっぱガチャゲンの装備って本当に強いのよ。本当。性能が格段にアップするんで、絶対欲しいところだよね。おお、来た！来た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 ！ポンポン！ポンポン来た！ポンポンが来ました。ポンポンパフォーマー、おお、最強のやつだ。ポンポン系の最強。で、パワースピリットアップ。最高だね。今俺大女優を装備してるんだけども、ちょっとポンポンに変えようかな。ああ、そうか、パンチ系なら、もうそのまんまこれでもいいか。あ、いやいやいや。スキルがそんな良くないね。なので、チャージ攻撃を出すためだけに装備しときましょうか。はい。じゃあ次、行こう。あと、クラシカルマントとシャンプーハット。ほんとね、シャンプーハットが俺すごい気になるのよ。シャンプーハットめちゃくちゃ気になる。五行は刺してない。ブルブル長めで確定。どうだ？シャンプーハット。お、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 お！クラシカルマント？クラシカルマント来た？来た？あ、弱い。これ弱いわ。あー、なるほどね。これクラシカルマントで、その上にヒロイックマント。で、その上が大英雄マントになるのか。え、ヒロイックマントはクラシカルからレベルアップできたっけ？いや、できなかった気するな。ちょっと微妙です。シャンプーハット、残りは。残りはシャンプーハットです。まあ、芸人のシャンプーハットさんは俺すごい好きだからね。いや、関係ないか。関係ないけども、シャンプーハットは好きだから、絶対欲しい。
おっと、初めて見るやつだよこれも。何これ、これはあれだね、おしゃれ装備だ間違いなく。え、何あれ、リチ的モノクル、あ、わかんない、初めて見る。スキルはいいね、いいよ、めちゃくちゃいい。うん、人間の攻撃力が 40% アップ。今ね、俺縛りプレイやってるから、これはむちゃくちゃいい、いいの出てきてくれた、ありがとう。あとはシャンプーハットだ。いや、モノクルめっちゃいいね。そう、装備に関係なく人間状態で強いってやつだから、ああ、いい、モノクルあと1個欲しいな。あと1個モノクルが出てくれればめちゃくちゃ嬉しいけども、もしくは腕時計、腕時計かモノクル欲しい、絶対欲しい。そしてシャンプーハット、え、シャンプーハットは頭装備か、ファッション、いや頭装備でしょさすがにあれファッションって呼ばないでしょ。さあ来い、ブルブル長めで確定。おーっしゃ、来た、来たんじゃない、え、バッシュ、バッシュの最強のやつ来た。リア、リバウンドチャンピオン、スキル次第で使える。あー、前のまんまのスキルだね、切り替え後の攻撃がクリティカルになるってやつだけど、これはあんまり良くないね。うん、やっぱパーセンテージで必殺技じゃなくて攻撃力が上がる方が全然使えるのでよろしくない。え、次行きましょう。残り40連、キラキラかブルブル、うん、ダメ、それで確定なんだけど、まあこの青や緑から発展したところでいいやつは出ないんでダメだね。うん、レジェンダリーだけだもんね、ガチャゲンっていうのは。あ、違うか、そうでもないね。でもやっぱレジェンダリーガチャゲンじゃないと使い物にあんまならないからダメです。お、一番最後に金が来た。ここでシャンプーハットが出てくれれば、おっと、来たんじゃない、来たんじゃない、ポンポンか、ポンポンかい。もうすでに持ってるやつはいらないんだ。うん、強い、強いのよ、強いんだけども、こういうのはね、一つでいいんだ。はい、100連終わりました。残り20連です。いくぞ、おし、おし、2つ来た、2つ、これはチャンスだ。しかもブルブル、シャンプーアット、え、なにこれ、え、また来た、ブルブル来た、お、シャンプーアット来た。今日のピックアップ全部当てたよ。え、この右上のやつなんだこれリストバンドか、攻撃力アップっぽいな。パワフルリストバンド、おー、最強装備じゃん。さあスキルは何でしょうか。はい、両手武器のダメージ 40%、 悪くないね。モノクルがあと1個あれば使っていける。うん、あの野球人のバット、あ、違う、そのもう1個上か、バット系があれ両手武器だから、あれを 120% ダメージアップできるからいいね。で、シャンプーハット、お、めっちゃ強い。スキル次第だよ、スキル次第で使えるかどうか分かる。ドン、あー微妙だな。エモートで HP5% 回復か、いりません、これはいらない。リストバンドはめっちゃ良かった。では最後の充電になってしまいました。金1個ぐらいは来てね、どうだ。はい、最後の最後、大外れです。大外れもいいところだよ。赤から発展金、あ、来ない、ダメだね。うん、まあまあまあ、良かったんじゃない。今日のピックアップのクラシカルマント、そしてポンポンパフォーマー、天使のシャンプーハット、全部出た。で、さらにモノクルとリストバンドか、うん、見たことないやつ、あとバッシュもね出たんで、今日のはめちゃ良かったね。うん、知らない装備がポンポン出たので、なかなか楽しい回になりました。
うん、またねちょっと貯めてガチャります。モノクル狙いはあれめちゃくちゃいいんで、あれを狙っていきたいと思います。まあ他のね見たことないやつももちろん狙っていくので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。